どうも皆さん、こんにちは。川島隆博です。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけども、トークメインの動画を撮ろうかと思っております。なので、ね、まあ、本来であればハイボール片手にやろうかと思ってるんですが、まだね、仕事中なんで飲めないんで、このまま撮りたいと思います。っていう感じで、ね、今日は好きなブランドだったりとか、僕がハマってるブランドをご紹介していければというふうに思います。結構偏りが強かったりとか、なんで僕、詳しくいろんなブランド知ってるわけじゃないんで、が知ってる範囲内でのよく購入するブランドだったりとかをご紹介できればと思います。という感じで今日はスタッフにですね、質問形式で質問してもらって答えていくみたいな感じのトークにしたいと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんでまずはね、このグッズの中からですね紫のタルトを出して食べて質問お願いします。ゆるいなぁ。はい、したい。じゃあまず好きなドメスティックブランドから教えてもらえますか。好きなドメスティックブランド、まあ、国内ブランドってことですね。そうですね。うん、昔は結構いろいろあったんですよ。ナンバーナインとか、なんかインパクティステリーとかいろいろあったんですけど、最近買うのはやっぱりそのシュタインとエヌハリーとかがやっぱ多いですね。シュタインとかどういうところが好きですか。シュタインはやっぱデザイン性がすごく富んでるというか、富んでるところが結構、なので普段買わないんですけど、そういうちょっと規定列な感じのものは買わないんですけど、なのでやっぱり遊び心があったりとか、質もすごく素晴らしいですし、シンプルなアイテムだけどちょっと遊び心が入ってるようなプロダクトが好きなので、シュタインは結構好きですね。デザイナーの浅川さんとも昔一緒に働いてたことがあったので、まあ、そういうつながりがあってよく購入させていただいております。結構まとめ買いしますよ。そうですね。あんまり店頭で買うことないんで、展示会に行って、なんかこれくださいみたいな感じで、試着もしません。浅川さん困らせるっていう。サイズはキャッシーどうするの？任せます。っていう感じでいつも買ってるんで、だからまあシーズンに秋冬とか春夏で一回お店に取り行って、ドン。なんでまた半年ごとにドン感じてくるんで、じゃあたまにシュタインのアイテムが増えてるのはそういうことです。はい。そう、しれっと増えてる。全然動画で紹介しないからね。そうですね。たまーにあって、たけどね、たまにですね、本当、過去2回ぐらいですか。そうですね、過去2回くらいタイムの動画を撮ったんですけど、まあ、それくらいですかね。あとはコーディネートの中でしれっと着てることがほとんどです。はい、ヌハリはまあ今はあんまり買わないんですけど、やっぱシンプルでこうやっぱ古着から着想を得てるようなアイテムが多いんで、古着が結構好きなんで、やっぱそういうところのデザインとか、が好きで買ったりしますね。特に昔のエヌハリ別注の517とか、細身のちょっとフレアのパンツとか、最近も自分の中でのブームが繰り返してるというか、そういうところがあるので、時代とか、なんすかね、最近のトレンドにとらわれず、ここら辺は着用しちゃってますね。次、じゃあ、海外系の好きなブランドとか、ハマってるブランドありますか？海外系のブランド、まあ、結構いろんなもの好きなんですけど、最近ハマってるのは、ナイジェル・クエボン、フィルソン、WRL、あとリーバイスとかですね。まあ、リーバイスは定番で、デニムをね、やっぱ買うときにはリーバイス、古着とかも込みでリーバイス選んだりとか、あとナイジェル・クエボンはね、やっぱすげえかっこいいです。めちゃくちゃハマってます。で、フィルソンは最近初めてね、商品をゲットして、その動画も撮ったんですけど、なんか武骨さというか、まあそういったところがね、めちゃめちゃ尖ってるようなイメージがあるので、まあ今はいい年齢なんで、ここからあとね、5年、10年使ってって、自分の味を染み込ましたらどうなるのかなっていうところです。まあ WRL も同じ感じですね。ちょっと男臭い、まあ、メカジにも使えるようなファッションが多いので、まあ、お値段高いんでね、そんなポンポン買えないんですけど、そこら辺のアイテム、小物も込みで好きです。気になってるアイテムありますか？気になってるアイテム、ナイジェル・ケイボンは結構ね、オンラインストアとか見てもどれも欲しいなと思っちゃうんですよね。なんでアウターとか持ってないんで、もうすぐね、多分秋冬も立ち上がると思うんで、そういう時にアウター関連とか、あとケイボンのデニム、めちゃめちゃ太いんだけど、それもね、ちょっと欲しいなと思ってるんで、なんか機会があればご紹介したいと思います。ワーク系のおすすめのブランドとかあれば。ワーク系、なんかね、最近どのブランドからもワーク系のアイテムって出てると思うんですけど、まあ今も履いてるんだけど、レッドキャップとか、ワークパンツよく履きますね。PT20、PT50、PT32 とか、まあ、ワークパンツ特集でもご紹介したんですが、特にこれからのシーズンだと暑くなってくるんで、こう、ちょっと薄手になってるんですよ。普通のワークパンツより。なので履きやすい部分があるんで、レッドキャップとか、これからのシーズンおすすめ。あとは普通にカーハートとか、ルギーとかで結構パンツ見たり、ダック素材のジャケット見たりとかしちゃうんで、まあ、パワーハートとかレッドキャップがおすすめです。おすすめって好きですね。そしたら、スポーツ系のおすすめブランド。スポーツ系はやっぱアディダスですね。一択ですか。
前までナイキ一択だったんですけど、アディダスにくら替えしまして、なんだろうね、トレホイルのロゴであったりとか、古着とかも結構あるじゃん、最近だと。ありますね。なんで、古着屋さんでスウェットを掘ったりとかするときは結構アディダス見ちゃう自分がいます。で、なんか最新のさ、イージーブーストとか、なんかテック系のものよりは、ちょっとクラシカルなアディダスの方が好き。なんで、新品でね、そのアパレルラインを買うことはそんなにないです。あとはもうチャンピオンとかじゃないですか。原点であり頂点的なところで無地 T シャツとのラインナップもいいですし、スウェット関連もこれも古着とかだとリバースウィーブすごくね使いやすいし、生地とかも程よい肉厚さ、やっぱどんなファッションにも合わせやすいと思うんで、最近値段めちゃくちゃ高騰してるんでね、古着屋であんまり買うことないんですけど、ちょっとついたらまた買おうかなと思ってます。昔ナイキからアディダスにくら替えした理由とかって、なんか特に大きなこだわりはないんですけどナイキのさパンツにアディダスのスニーカーとか履くのがあんまり好きじゃない。まあなんか他のブランドだったらやっちゃうんだけどね。なんですけど、なんかアディダスとナイキって結構この二大巨頭的な感じがあるので、個人的に。なのでそこでね、まあ、アディダス使うんだったらアディダスで揃えようかなみたいな。古着屋さんとかでもナイキのレトロなものとかあるんだけど、それになんかアディダス合わせるの嫌だな。ただ自分の自己満です。気持ちはわかるんですよね。なんかジョーダン1とかね、好きなんで持ってるんだけど、今全く履いてないですね。続きまして、アウトドア系のブランドで最近ハマってるものとか。コロンビア、パタゴニア、ノースフェイスとかがやっぱり好きですね。特にね、冬アウター関連ってやっぱそのドメスティックブランドとか他のブランドとかもそうだけど、かっこいいのはダッスだね、なんで着るんですけど、やっぱ機能性のところを見るとアウトドア系ってやっぱ最高なところがあるので、特に冬場なんかはもう寒いのだけなんで、このゴアテックスが使われてる生地で軽いものとか速乾性があるものとか見ちゃうと結構惹かれます。基本的にシンプルなものが好きなので、なんだろう、真っ黒のアウターとかよく出すじゃないですか、アウトドア系は。なんでそういったところが好き。夏はバギーズショーツとか、パタゴニアの速乾性のある水陸両用のショーツとかはもう何年も愛用してるんで、やっぱ機能性重視で見るとアウトドアブランドはかなり優秀で好きです、うん、今年もオムニヒートが楽しみですね。オムニヒートがね、やっぱ年中としてオムニしたいと冬はね、オムニヒートに頼りたいと。コロンビアいいっすよね。なんか人とあんまり被らない。ノースフェイスのジャケットとか着てると結構被っちゃってさ、みんなバルトロンみたいな。一日何人もすれ違いますね。そうそうそう。なんでまあそういう人はね、コロンビアとか結構おすすめだと思います。残るとこ2つですね。シューズ系のブランドでおすすめがあれば。シューズはやっぱりスニーカー系とブーツ系とかになっちゃうんだけど、コンバース、ダナー、レッドウィング、マーチン、あとアディダスとかがやっぱり好きですかね。コンバースはやっぱり CT70 ですか。コンバースはやっぱ CT も好きです。でもアディクトとか日本のモデルっていうのかな、もうすごい最近だと使いやすいものがあるんで、なんかちょっと前に買ったハイカットのジャックパーセル、ビオトープ別注のやつとかはすごい軽くて履きやすいし、なんか履き込んでたら結構いい感じになってきたんで、まあなんか CT も好きなんですけど、日本のものもちょっと注目して今後なんかいいの出た情報をシェアできたらっていうふうに思ってます。ちなみに今目の前にあるのはダナーですね、はい、これはですね、ダナーです。僕が楽天ポイントで買った古着なんですけど、なんか古着屋さんとかでグッズ探すのも好きなんだけど、結構おすすめなのが楽天で結構古着を掘るっていう、なんか好きなモデルというか狙ってるモデルって大体品番も知ってるし、大体サイズ感なんて靴は大体分かってるんで、これフォアマンっていうのも動画にするかもしれないんですけど、まあ、これとかこう狙ってたものをちょっとモカシンみたいな感じでトゥーになってたり、もう廃盤のモデルなんで新品が売ってないんでね。ダナーは最近だとやっぱマウンテンブーツ系が多いと思うんで、こういう風なワークブーツダナーちょっと珍しいかなと思ってしれっと購入しておりました。これを見ながらハイボールを飲むと最高の人とちょっと磨きながら種類ですね。それでは最後にアイウェア系のおすすめブランド、ハマってるブランドとか。アイウェアはモスコット、マイキータ、ジュリアスタートオプティカルとかですかね。もうモスコットはね、ほんと使いやすい万能な感じがするんで、最近も買ったし、レムトッシュっていう形がやっぱり世間一般的にもすごく人気だと思うんですけど、やっぱ使いやすい。でマイキータは1個しか持ってないんですけど、高いんでね、7万くらいするよね。結構しました。なんで1個しか持ってないんだけど、もうなんか機会あればまた買いたい。ネジ使わないヒンジのデザインとか軽いんですよ、ここ。なんでストレスないし、今後買うんだとしてもマイキータはね、狙おう。ジュリアスタートって言ったらやっぱり最高。最高。去年買ってやっぱ1年間つけてますけど、使いやすい。まあモスコットと似てるんで、ジュリアスの方がちょっと高いんで、なんだろうね、手が出しづらいって人はモスコットからチャレンジしてみるのもいいかと思います。
夏使うならどのブランドがいいですかね。カラーレンズとかでかけたいんだったらモスコットはやっぱり万能なのかなっていうところですね。でも年中使うんだったらマイキータが僕は今一番年でもいい年になったんで、うん、ちょっとチャラいじゃないですかカラーレンズ。なんかガンと入ってるやつだと、うん、なんでマイキータくらいの落ち着いた感じでなんか探してます。こんな感じですね。あとは逆にですね、僕も知ってるブランドとか限られてると思うんで、なんだろう、視聴者の方のおすすめとか、なんか僕好きそうだよこれっていうのがあればぜひぜひ教えてほしいっていうところもあるので、なんかあったらコメント欄で、ね、このブランドもかっこいいですよとか、このブランドいいよっていうのがあればぜひ教えてください。僕も今後もね、食わず嫌いじゃないですけど、今まで買ったことない手出してないものもちょっと手出してみようかなっていう好奇心はあるので、なんかまたそういったところで発見があればこういう風な情報をシェアしていきたいと思います。ということで今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。